コトだ。コロナ禍すごい近くなんですけど、まだ行けてなかった。このすごい お香がずっと焚かれてるというのがあるんですけど、ノーフォトなんでここまでです。これは近くにあるすごい昔からのお香の寺っていう、ビデオ撮っちゃいけないのかと思ったら、フラッシュライトのビデオは撮っちゃいけないってことだったので撮ってもいいようなんで撮ります。すごい、もう家からほんと目と鼻の先なんですけどね、初めて来ました。なんかやっぱすごいですね。すごい、アウトレット、香港でのアウトレットということです。アウトレットですね、ここ。何が入ってんだろう。大仏ですね、大仏。閉まっちゃったんですけど、大仏ですね。切り立っててかっこいい山があります。なんだろうね、ここ香港は結構いろんなものがありますね。セントラルにこだわる必要がないかも。のぼしじゃないよ。行けるんだ。ここから雨山のピーク行けるみたいです。ピークか、ここから行けんだな。ライトがない。ここはなんかすごく綺麗。もうなんか杉だ。なんか本当に。すごい、かっこいいな、ここ。すごくかっこいいです、ここ。やっぱ香港は、ちょっと場所変えよう。ああ、綺麗。すごい綺麗だな。店舗の場所変えよう。あ、すっごい綺麗だな、香港。マムートがなくなったと思ったら、その4軒並びの向かいからこっちに移ってました。まあ、そのぐらい香港というのは更新の時期になるともうみんな移ってくる街なんですね。あそこにあるマムートはもともとそこにありましたからね。多分更新の時期で多分2倍3倍家賃を言われて出てったんでしょうね。ここです、元マムート。本日の一本ですね、これプロデザインの、デンマーク、アルミです。質感がとってもいいです、この質感ですね。なかなかやっぱり素材だけでだいぶメガネって実は印象変わります。アルミなんで軽い。